えどうもこんにちは。えー、250番です、えー。今日はですね、えー、レイチューブさんの、えー、いるところに来てまして、いろいろお話を聞いていこうかなと思います。お疲れ様です。お,<か>お疲れ様です。ご無沙汰してます。あ、久しぶりですね。今日はよろしくお願いします。お願いします。まだ 純士さんの売、はい、田潤さんの、はい、おモノマネというかメイクは変わらず続けてるということですかそうですねまだ辞めれてないですね相変わらず売田さんを追いかけて、はいはい、活動させてもらってますモノマネすることになったきっかけとかも聞いていきたいと思うんですけどそうですねその前にあのレイチューブさんがどういうジム使っていうことを、はいはい、YouTube で話してないと思うんで、はい その幼い頃の、はいえー、生い立ちだとか、はい、どういう人生を送ってきたとか、はい、そういうことを、うんえー、お話しいただければと思うんですけどそうですね、まあ、まずその物心ついた時にはもう母親が亡くなってて親父と姉,姉3人で暮らしてきたんで,すよ、はい、でまあそんな感じでこう大人になっていて、まあ、水商売を始め、まあ、結構ねいいとこまで行ったんですよ。 まあ、その時はねすごい充実してて水商売っていうのはあのホストクラブですかそうですねはいそっからもうほんまに転落人生というかまあ今全身に縫い傷が6か所ぐらいあって、まあ、その半分ぐらいが水商売の時代についた傷なんですよはい、はい、まあ今こことかも見えてると思うんですけどはいまあこれもあの あ,あります、ね、はい、はい、お酒の瓶で殴られてこう、まあ、パッカーンとね開いてでまあそのまま病院行ってなんか医療用のカッターみたいな、はい、麻酔もかけれないんでそれはその先輩のホストの方からの焼きとかそういうそうですねでも多分自分の店厳しかったんですよ、まあ、瓶で頭殴られるとか、まあ、その反射の人に詰められるとか、はい、店荒らされるとかまあいろいろあったんですけど 全身で何箇所どうですかね80から100ぐらいじゃないですかね結構20針とかでかいのもあるんでこことかこれとかこれとかですね全身で80から100針ぐらいはそうですねいってるとはう,うほどのけがを負ったっていうことですかそれの原因がほとんどがその先輩からの そうですねなんか自分はもう人生欠けてたみたいな感じだったんですよねはいでそうなってくるとやっぱ後輩とかが、まあ、下についてきてはいでその子達がなんか下手を打った自分が出るんですよ後輩が下手を打ったそれの尻拭いみたいな感じでそうですね焼きを受けてた、はい、代わりに受けてたてうそうですねなんか地元の先輩が飲みに来たんですよね、はい、同業とというかその男客として ボールペンで手のひらをぐさって刺したんですよねそのお客さんがはいはいその僕の後輩の先輩怖い先輩が刺したんですよね、はい、でまあ自分は可愛がってる後輩やから、はい、あそこでやっぱ止めに入りますよねあそれは後輩のことを刺したってことですかあそうですそうです、はい、なんか後輩がそのねあの先輩に対して多分反感買うような内容があったんでしょうね まあでもどんな理由があれ目の前でやっぱボールペンで刺されてたらまあ自分はね止めに入るじゃないですかはいそれで向こうもお酒入ってて「お前口出すな」と「まあ表出ろ」って言われてまあそのままもう瓶でボコボコみたいな感じでしたねその時はそういうのが何年か続くとやっぱ自分のなんか精神みたいなものが保てなくなりである日なんかその 脱ったんですよねストレスではい、はい、それちっちゃい時からそういうストレスがストレス持ちやすかったとか、はい、た溜めやすかったとかってそういうのあったんですか性格としてどうなんですかねそんな弱くはないと思うんですけど気づいたら自分のケアができてなかったというかう水商売を始めたきっかけって何だったんですかもう憧れですねやっぱ当時テレビとかにすごい出てて あなんかホ、ねはい、ストの番組でそうですね「はい、給料袋で札束もらってて」みたいな、はいはい、気づけばその体がボロボロになってったっていうね、はい、2回ぐらいその円形脱毛症になったんですよねはいでまあこれはもうちょっとやってられへんなっていうことで、まあ、引退をすることになったんですけど心のバランスって1回崩れたらそんな1週間や1ヶ月何ヶ月とかでは無理じゃないですか 実際数年はかかるような状態だったと思うんですけど、はい、なんかやらなあかんなって思ったんで、その恋愛相談をま起業したみたいな感じだったんですよね。恋愛相談所みたいなはい恋愛相談所を立ち上げたんですけど、それは儲かったんですか？まあ、普通です。儲かったとは言い切れないというか。はい。ホームページ作って <はい S 2> あの集客をしてはい集客して事務所もあってっていう。 あその子の事務所にお客さんが恋愛の相談をしてくるみたいなそうですね出張型やったりその事務所で相談を受けたりああオフィスみたいな感じですねあお客さんから申し出があった時はお客さんのところに行って、はい、お客さんが来た場合はそこで相談を受けるちなみに相談の料金とかってどれぐらいだったんですか大体1時間3000円とかですねん<ー>30分刻みで1500円とかそれぐらいでしたねはいそれは今もやってらっしゃるんですか あもう今は全然やってないですねそれをやめてしまったきっかけとかってなんか何かあるんですか、はいまあ、それがねちょっと自分の中でつらかったというか、まあ、姉が、えー、亡くなってしまったんですよね。はいはい、なんていうんですかねもう姉が亡くなるってその結構その親が亡くなるとかよりちょっときついやろうなっていう感じなんですよね。 若くして亡くなるってやっぱ無念が大きいと思うんで、はい、でもなんかその相談業をしてるような <laughs> 状況じゃなくなって自分がむしろ助けてほしいぐらいのもうメンタルもズタボロでまあもうどれぐらいきつかったかって言ったらもうほんまに初めの半年とかはもう毎日涙出るんですよ。 2日に1回ぐらい泣いてしまうような感じで,で1年経過したぐらいからまあちょっと回数も減り普通の生活に戻っていくような感じでしたねまあそれぐらいつ辛い出来事やったというかそうですよねはい,はいまあもうその時やっぱりその落差がすごかったというか数年前まではそのナンバーワンっていうとこまで行って まあそういうい幹部っていうね役職ももらってやってたんですけどまあ一気にもうそのどん底というか姉を失いまあ借金っていうのも残ってましたし恋愛相談業の会社をために、はい、恋愛相談の時にまあ少し借り入れをして <はい S 1> っていうのも残って,てああ事務所借りたりとかそうですね、はい、準備したりとか、はい、そういうことですよね、はい、何もやる気が起こらないような状況やったんですけど 瓜田潤一さんっていう存在を知ってまあそれが23年前なんですけどちょうど瓜田潤一さんが YouTube 始められて動画とか出し始めたぐらいの初めの方ですねはい、はい、まあずっと好きで見てたんですよね YouTube をっていうことですか、ね、はいそうです、はい、でまあいろいろそういう部分で救われたやっぱりあのねまあいろんな悪いことを もしてきた方ですけどまあそっから立ち直るというか構成をして今すごいエンターテイナーじゃないですかめちゃくちゃ面白いじゃないですか YouTube とかもそうですねはいやっぱそういうところにどん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 惹かれていってまあ今こういう活動に至るって感じですねはいまあ瓜田さんっていうのはもともとその弱い部分をさらけ出す人じゃないですかはい で自分の弱いとこも認めてみんなに発信して、まあ、その上で人を喜ばしたり人に感動を与えたり、まあ、歌とかもすごいじゃないですか歌詞とか能力が,、ね、能力が作家としてもはい本も本もね250番さんもそれでね、うん、あの人生を変えられたって言ってましたもんねそうですね、はい、僕も売、はい、田さんの真似事みたいな感じで、はい、まあ今もそうですよね物書、うん、き っていうか、別に僕作家として売れてるわけじゃないですけど、うんはい、まあそういうのを書くきっかけにもなりましたしやっぱり自分の中ですごいえ影響っていうのはものすごく大きいですね僕ははい、まあ、それに対して昔のねあの今トラブルとかあるじゃないですか、はい、そういう関係で、まあ、そういうのをねあの掘り返してくる人っていうのは僕は弱い人間なのかなっていうふうには思いますねはい ウリタさんは強いいと思います、はい、それに耐えてそういうのを上げ足取って今更そういうのをね暴露していくっていうのは僕は弱いいと思います、はい、最初の方で、はい、あのお母さんが物心ついた頃に、はいえーま、天国の方に行ってしまったっていうことだったんですけど、はい、その後に「お姉ちゃんも」っていうふうにおっしゃってたと思うんですけど。 そう、それは何でなのかとかって、はい、話していただくことできますか。あそうですね。母親の方はわからないですよね。まあ、僕まだ物心ついてなかったんで。何歳ぐらいの時ですか。おそらく三歳とか。じゃないですかね。はい。で、姉は、えー、まあ、事故。の様相。が結構強いんですけど。はい。まあ、あの子宮がんを患って。で、それですごい。 不安になったり闘病でメンタルがやんだりしてあのまあ睡眠薬とかまあ安定剤を飲むようになったんですよねある日、えー、亡くなったのが1月なんですけど、はい、あ一番寒いじゃないですか 1>, 1月は寒いです、ね、寒いです、ね、冬ですからね、はい、でその薬とかを飲んで、まあ、倒れちゃったんですよね運悪く、まあ、発見が、まあ、朝方で まあその闘病生活で体も弱っていて、まあ、薬とかも飲んでいてそこの寒い中にずっといて誤え性肺炎っていう、まあ、いろんな高熱とか併発っていうんですかね一個だけじゃないんですよねその多分最後に息を引き取るっていうのが誤え性肺炎とかも熱も45度ぐらい最後出てたみたいなんですよね はい、<あ>医者の人に聞いたんですけどはい、はい、それはど,どこでってことですか病院でってことですかご自宅でですかあ自宅ですね、はい、一緒に住んでたりはしなかったあ一緒に住んでましたねあ住んでたんですか、はい、もう自分が発見したんで、はい、それはかなり辛いですねそうですねだから、まあ、まあそれ以上に多分今後ね自分はそれ以上の苦しみはないやろっていうぐらい多分そこがピークというか まあ今思うことはやっぱりその親父が母親と娘を亡くしてるわけじゃないですか、はい、だからやっぱ自分はそのどれだけその底辺でもいいから自分の命を全うしないといけないというかあ親父がかわいそうじゃないですか僕までもしなんかのきっかけでかちゃんとそのねあの親父の葬式のもしは自分が絶対やるっていう。 思いとかも今あってそんな感じで生活されていると。はいはい、YouTube を始めたきっかけとかって何だったんですかきっかけはね、あのリ田さんではないんですよね。はい、もう,結構,う,う結構、その、なんとなくって感じですね。はい。やることもないし、弱い立場の人に何か伝えたいっていう気持ちはありますね。ねこれから、 もう瓜田さんのことはもちろん応援しますし。し、まあ、何があっても揺るがないと思います。みたいな。じゃ、最後にあのこれ見ていただけてる視聴者の方に伝えること、何かありますか？やっぱり自分がそのま売れた。純一さんの youtube を見て、あのまあ、もうどうしようもない。そんなどん底な時にまあ、ふと youtube を覗いたらま売れたさんのチャンネルをたまたま見て。 なんかすごい久々になんか笑えたというか、はいまあ、そのことがまあすごい自分の中で今でも覚えてるぐらい大きいんですけど、まあ、これから僕がね、まあ、何ができるかっていうのはまだ今わからないんですけど、まあ、自分そんなお笑いキャラでもないですしすごい面白いこととかもほとんど言えないと思うんですけど、まあ、頑張ってね瓜田純一さんに僕が救われたように 何かそののの配信の中で誰かにこう何か伝えれたらいいなっていう思いでこれからも続けていこうと思ってますので僕のチャンネルを見てもらって情熱を少しでも感じてもらえたら嬉しいなと思いますえ今850人ぐらいなんでもうあと150人ぐらいで1000人に。 行くのでもし、えー、この動画を見ていただいて、えー、少しでも興味を持っていただいた方は、えー、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。わかりました。じゃあ、えー、と概要欄の方にレ o チュ u b さんの、はい、チャンネル貼っときますんで。はい、はい。お願いします。はい。これからも頑張ってください。はい、頑張ります。一緒に頑張りましょう。はい。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。